はい、石毛里香さんの戦い方がですね、一つの基本かなと思いますよね。残念ながら、2020年になって試合がないかもわかんないですけれども、2017年頃から、ワンという団体で試合があったみたいですよね。あとは書きますけど、はい、書きます。